はい、それでは今週も紅白戦の方を始めたいと思います。よろしくお願いします。はいよ、ありがとう。じゃあ行こうか。赤少ないよ今日。行くよ。白組がアスララのメガ翡翠バーサス赤組セヤカテ駆動のネロカオス。久々のセヤカテ、どうなるか見てこうか。アスララ爆弾を設置して立ち回る。カウンター届かないと判断しカラスで拾うが、コンボを決めてるのはアセララ。こっからどうなるか。さあせやかでがなんか混乱している。ギルティのやりすぎか、獣がいなくなっている。最大ダメが欲しいからカマキリは割ってるのはアセララ。画面足へ。さあファジーなのか対空なのか微妙な位置のゴビ。ここからアセララが固めに入る。投げ通してからの大砲で切り返す聖火での姿。ヘビはシールド。ここからなんだ、お互い牽制がついているが DB からジャンプキャンセル、 EX から速回避。爆弾が出てくる。画面端の方へ行き、なかなかリアルにならないね。画面端が続く。ヘビどっか行く。まだ固めが入って、テーダが入って補正が切れている。何を企んでいるのか。聖火でいいね。切り返しのシルカン、アセララがターンをもぎ取る。ゴビで受け身狩りからのエリアル、しっかり決め切るのはアセララ。まず1本。さあセヤガですっかりメルティブラッド忘れてるけど大丈夫なのか。1本先に取ってるのはアセララ。画面端の方に行く前に 2A 対空から 2C つなげてエリアル。画面端 A 鹿から最大ダメの帽子。固めに入る。様子見してどうなるか。ぎこちないセヤカテの姿、アセララがたけると思いきやコンボつながっていない。 JA で差し込むのはアセララ。中央で受け身狩りたく見せていく。ここからセヤカテのターン、遅らせの鹿シール読み。 JC からの JC つないで画面端 EX のカラスが出てくる。思い出したかシルバン、しっかり刈り取る。さあなんかせやかてがブツブツ言っている。せやかてコンボできないが取っていくのはせやかて。11せやかて完全に怪しい。もうすでに他の多芸の勢力どうなるのか。画面端には行かず、アセララのターン、鉄球当ててからの置き攻め、爆弾は当たらず。 JC 先置き、アセララのターン。ここから JB 高め、先スパ使ってターンをもぎ取るのはアセララ。物を置いて立ち回りを有利に。エリアル行って画面端からなかなか行くことできないね。中央タクかけて割っていくのはセヤカテ。あっとロゲラン避けているセヤカテ。なんか当たるかなと思ってちょっと見てたけども、どうなるか。しかしタクアセララのターン、橋は爆弾置いてスターマシンガン取って、お、行こうか。赤組出てくるのは獣ネロカオス VS 白組アセララのメガ翡翠。おっと赤組獣ネロカオス色がすごく弱いがどうなるのか。画面端で鉄球ぶつけてからの固め、数字が見えない。投げで2000からの多段中段決めてエリアル。ここから置き攻めはゴビ。なんか出てきた。毒ガスを散布している。公演が大変なことになるかと思いきや、なんとかネロ毒ガスの散布を阻止。画面端の方へ行って獣ターンが続く。と思いきや切り返すのはアセララ。しかししっかりと見えるね。シルカンで返す。マシンガン撃って JC カウンターとそのままエリアル。まず1本取っていくのはアセララ。ケモどうするか、やばい。さあケモがちょっとやばそうな感じだが、 A カラスからカマキリは当たらず。空投げ画面端に行かない。多段中段のでは崩れないね。アセララガードが硬い。あまりの出来事に前ダッシュを入れているケモの姿。画面端の方に行かない。ゴビで距離を離す。ここからアセララのターン、なんか出てきてカウントが見えている。嫌な予感がする。ロケランは回避。
ここからスタシゲダンは許さない。ファジー越えでアセラノのターン。置き攻めは解放読めている。これは殺しきりたいが置き攻めを選択。ここから固めに入ると逃げていく。獣が思い切っていく。鹿が出てきて公園で戯れる。その場で逃げ対空やって、もう一回鹿が出てくる。さあ獣が叫んでいる。どうなるのか。お互い不思議な技をやっていたが、火炎放射 VS ゴービー。さあ獣がフォアフォアしている。立ち回りビームサーベルに怯えている。どうするのか。アセララは投げ取っていくのは獣。獣が四苦八苦してるけど大丈夫。以後が一時の状況。まずハンマーで叩き壊す。画面端幻想届かない。マシンガンからのさらにマシンガンつないで、ゴビーは解放すかし投げ。アセララのターン。フッフッフで逃げる。ここから読み合い。マシンガン不思議な当たり方する。立ち回りどうなるか。獣が出てきて、獣前出しですかす。ジャンプへ。お互いピョンピョンしている。勝つのはどちらの空中攻撃かと。取っていくのはアセララ。地上攻撃。お、 A マシンガンだったかな。届かなかったね。鹿が出てくる。ここから獣ターン。鹿が出てきてターン継続。カウンター確認してエリアルにつなぐ。なんと空投げができない。どうなるのか。あ、なんかいる。下に獣がいたが、物を置いてマシンガンからのミサイル。フィンガーは効かない。ここから山なりやりたい放題し始める。見慣れぬ武装を使い始めるアセララ。どうするか。 JB これはまだわからない。解放通す。あと2兵で割ってるのはアセララ野生の。さあ行こうか。赤組出てくるのはイエンのサツキ VS 白組。アセララ連勝中。アセララのメカ止水。さあイエンメカ戦は積んだ。どうなるかな。切り返す。置き攻め。ここから物出して立ち回りへ。ここからマシンガン爆弾を置いて自分の城は崩さない。もう一度立ち回り。物は置かない。襲いかかられると判断。捕まえたのはイエンだったが切り返すのはアセララ。画面端爆弾を置いて嫌な位置にある。これはどうなるか。投げ。グラップ誘ってからの投げ。投げてからの表タク通して最大ダメージ三振に対しては垂直の重心見せていく。ここからピョイ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 とアセララが歓喜の踊りをし始める。どうなる。マシンガン。マシンガンからのフィンガーからのマシンガンと取っていくのはアセララ。まず一本。吸血鬼 VS 現代兵器だからね。どうなるかな。アセララが今のところ銃弾で押しのけてるが、 2B JC J カウンター差し込む。イエンコンボミス。ここから JB カウンター出してエリアル組んで JC 早出しで J 潰したね。うまく機能はしなかったがターンをもぎ取るのはセララ。立ち回りうまいね。よく見ている。鉄球体育。このままセララ押し切るか。 JB が入ってエンドターン。コンボミス。アセララが襲いかかる。ニーシーはジャンプで回避。バジー越え刺していくがコンボができない。ゲンが叫ぶ。投げやってからの解放読み。バクスが高性能すぎてどっかに行く。ここから引きずり下ろしは J で回避。アセララのターンが続く。誰もいない方向にマシンガン。コンボはできてる。ない。できてない。ここから固め。まだわからないが受け身がりと取っていくのはイエン。いちいちイエンがゴリラになってた。さてさてイエンいつもの調子を取り戻してほしいがどうなるか。アセララは冷徹に機械のように相手を殺している。中央からのおっと 2A で待ってたところ JC から入る。コンボミス。イエン
ゴビー対空見せていく。コンボはできるのか、できているような気がする。画面橋の大きい攻めにならない。攻め系からの受け身狩り、やれば倒せるはずだが倒せない。アセララ九死に一生得て、ここから護衛対空引き剥がして、 HP はまだ全開、まだいけない。ここからこれはなんとか回復して HP ゴムに持ってく。 AD 打ってからの投げ、アセラのターン、逆転劇が近づいてきている。どうなるか、山鳴りボム、もう前段フルオープンしてく。立ち回り上りの字、空投げつないで最大ダメの JC、 まだ立ち回りへ、うまい対空見せていく。アセラだ、これは逆転なるのか、まだ生きている。吸血鬼がまだ生きてるが、物投げと取っていくのを見つけられてるけど、最後が赤組、出てくるのはモアイのサスキ VS 白組、アセララのメガ翡翠。ここからバクスガリ固めに入る、バクスガリ多めからの中段卓通して叩きつけてコンボ、デンデンしてからの大き攻め、中段卓、これは死んだ臭いが取れないね。さて、アセラ、異変が同調してる。やっぱ出ないよねとかなんか言ってる。あの、モアイはちょっとなんか自制してる。俺が遅いだけだと。仲間を求める異変の姿。一本取っていくのはモアイ。アセラ、おっと、誰もいない空間にマシンが撃ってしまって。効果力コン、できている。画面端。大きい攻めは表。ここから読み合い、上りの J 固めに入って、固め固め、アセララジャンプ、投げはジャンプで回避するモアイ、ロケラン打って大きい攻めだ。かなり暴れづらい状況か。ジャンク投げ決めてからのスカシゲダンタク、端に追いやって大きい攻めはいかない。拒否策が怖いと、とりあえず爆弾を置いて立ち回りを有利に。よく見ている、引きつけてからの鉄球、ぴょんぴょんしてるジャンプには空投げ、捉えたのはモアイ。 EX の昇竜からこれは回避している、アセラしっかり回避している。ターンはモアイ、アセラ暴れてしまって、これはそのまま取っていくのはモアイ。以後が赤組モアイのサスキ VS 白組窓付きのワラギア、どうなるか。 2B 対空から 5B つなげてダメージの底上げ、固めに入る中段卓、窓付きのターンが続く。これは当たってしまって勝利になったところ、捕まえたのはモアイ。画面端、置き攻めは中段卓、ダウン追い打ちになっている。これはまだわからない、お互いぴょんぴょんして J カウンター、爪の先を叩き折っている。ここからサスケの J やっぱ強いね、ワラキアの J 戦団叩き折ったからね。どうなるか、急にカタパルトで加速してくるモアイの姿。鬼火はエネルギー、画面中央裏卓のバクスガリ、中下団卓も入れて刈り取る、取っていくのはモアイ。まず1本マード付き、どうなるか。ここから中段ためてなんかカバーしている、ゲージが1本なくなる。ここから立ち回りへ、下からドリル出して鬼見舞い出てくる。先ほどはカタパルトにされたが JB 先端からのエリアルミス、どうなる。画面端追い詰めるが J カウンターからの受け身狩り、しっかりコンボして画面中央、おっとさあコンボミスしたがシールドでカバー、モアイのターンが続く。叩きつけてダウン1ミス、どうやら縁に続きモアイも調子があまりよろしくない模様。シオンやりすぎたとボソッと言っているイワシ、シ
シオン。イワシがガッツポーズしている。俺の死は無駄ではなかった。中央 EX のマンジー、死んでない。爪のダウン位置取っていくのは窓付き11。さあモアイが拍手に対してとがめていく。画面端置き攻め、どうなるか。下段択、あら、おっと JC が2回入る。ダメージが JC1 回分上乗せされている。置き攻め、中段択は入れっぱで回避、相打ち取ってからの飛んでいくモアイ、封鎖けするも、あっと俺は取っていくのはモアイ。エゴが秋葉からの四角ルートのワラキア、白組 VS 赤組、モアイのサツキ、どうなるかな。 JB からつないで詰め、放り投げてからの立ち回り、 JB 護衛体育、そうワラキアしっかりと着地点は投げ、表たく解放狩りはできているが、ビートがちょっと怪しい。立ち回りへ、まあ、今のところは立ち回りで圧倒的な感じだが、モアイどう返すか。 EX の竜巻、ルトのターン、 J2C からの攻めけ、 J2C と取っていくのはルト。さあモアイ、イワシが見に来た。イワシがモアイの姿を見に来た。しめしめとしている。シオンに殺された恨みか。さあどうなる。立ち回り、まあ、ルトがかなりいやらしい感じで立ち回っている。ちょいための2C、暴れ潰したく。 EX のマンジ決めてからの様子見たく、解放通して爪着地ずらし、ここから下で待って迎撃をするルトの姿、下下中段択、モアイのターン、画面端置き攻め、裏タクの中段、拒否を読んでいる、緩急つけているモアイ、ルトの HP がミリ、どうなるか。中段は読めている。ここから固めに入る空投げ、 EX のアームつないで、しっかりコンボは落とさない。取っていくのはモアイ11。あ、ミャッチ、いい勝負してんね。勝つのはどっちか。中段択、開幕からの中段、露骨画面端、コンボミスするが、こすり合いでは負けてやらんと相打ちになる。ルートも負けてはいない。コンボミスするが、ここからどうなるか。下下で返すのはモアイ、これはコンボ組んで画面中央、中段タク避けるも、中段がいいタイミングでヒットして、これは取れるのか。取っていくのはモアイのサスキ。アイゴが赤組、モアイのサスキ VS 白組、出てきたのは勇気のネロカオス。カラーが、まあこれ以上は言わないでおこうか。画面中央、護衛対空からモアイのターン、表タク中段ガードして、中段ガードして、しかしターンの継続、シルカンやってからコンボはちょっとミスってしまう。おっと EX アームが出ない。うまいね、獣の狩り方を知っている。 2C の範囲内だったら狩り取ると。さあ B カラスから 2C、 うまいね、繋いでいるのはユキ。ゲロが出てくる、ゲロが対空する、ゲロ対空、まさかの。こっからユキのターンが続く、しっかりと吸ってから取っていくのはユキ。さあモアイ一本取っていくのはユキ。モアイが追う形だが 5C が出て、ここから中下段択、まずはモアイのターン、画面端コンボミス、中下段択が続く。 EX のアーム、ここからコンボは落とさないね、しっかりできている。ダンク締めからの中段、固めに入る最大ため、これはまだ生きている。
遊戯殿がすかした国ガード、近づいてくる中下段ガードしている、上りの陣営から2へつなげているのは雪立ち回りへ、ここからゲロウキ攻め、ロキシーのビタメ決めているのは雪、これはどうなるか、放り出しからのゲロ、うん、EX のアームからのカマキリ解放して、さあお互い読み合いしている、カラスが拾うがカウンターではない、 EX のアームよく見ている、モアイ勇気に負けるわけにはいかないと、そのままコンボ取っていくのはモアイ、いちいちモアイが自画自賛の拍手を送ってる、いちいちの状況どうなるあ、そう今勇気の動向をみんな見守ってるからねここからどうなるか、画面端の置き攻めは距離を取る選択、 JC が入る、勇気にコンボを叩き込むモアイ、画面端でデンデンするが中段択、さあ今日はなかなかダウン打ち失敗したよね、画面端ここから EX のアーム置き攻め、嫌な予感がする、これは勇気、小林が体内から噴出し死ぬのは勇気、取ったのはモアイ、赤組モアイのサツキ VS 白組イワシのワラキア、先ほどはね聖戦が行われてね、モアイのシオン VS イワシのワラキア7-4でシオンが勝つという、なんとも無残なね、打ち上げられた魚みたいな状態だったから、イワシその雪辱果たせますか、見ていきましょう、モアイのサツキ VS イワシのワラキア、中央エリアル組んで有利取ってるのはイワシ、 HP 的にも2倍の差があるね、ここからどうするか、着地点待ってから捕まえに行く、 2C からの固めに入る、すかしたらのすかし下段、おっとコンボミスっぽかったが取っていくのはイワシ、さあ潮にやられた恨みをぶつけていく、5番の小競り合い、小競り切りは知っている、なんと駒投げを見ている、さあイワシがシオンじゃねえならとたけっている状況、これあれじゃないならいけると、どうなる、あイワシにいい JB が入って逆転なるか、モアイ表の中段、よく当たったねあれね、超遠いんだけどよう当たったね、こっから置き攻めいくぞ、裏タック通して取り返すのはモアイ、いちいちイワシなんとかサツキを倒すことはできるのか、こっからコンボミス、なんと受け身狩りを狙ったはずのイワシと相打ちになる、凄まじい速さでこうパフォーマンスするモアイの姿、中央ここから置き攻め、すかしたくは解放、 2B で総裁は起こらず、さあイワシがいやらしい感じで攻めていくも嫌な予感がしてきたぞ、置き攻めいくぞ、どうなるか、酒九死に一生得る、 JC の持続当て、 EX のマンジ、置き攻めは置き攻めどうなるか、下下ね回避していくイワシ、 EX のマンジどうなる、解放して取っていくのはイワシ、行こうか赤組、出てくるのはうつろのアキア VS 白組、イワシのワラキア、モアイのサツキを倒しモアイにデスマークまで体で体験し、さぞ好調であろう状況のイワシ、どうなるか見ていこうか、画面端スカシタクの投げ、おっと抜けた抜けたね、うつろがよく見ている、中段卓イワシが今波の中にいる、打ち上げられるのか海に帰るのか、どうなる、下段が入るがなんとか脱出、アキアがくっついてくる、 JB カウンターは出ない、ここからバンカーを読めている、避けてイワシのターン、じっくり固めていく、
JB 先端からの大きい攻め、浦田区は読んでいると、イレッパ。ここから、2B 差し込んで、ワン、ツー、スリーと、一本取っていくのは、移ろう。さてさて、イワシ、移ろう、なんとか倒すことができるのか、移ろうターン。固めに入る、JB で降りてくるのに対してはガード。ここから、捕まえるのはイワシ、相手に攻撃を振らせてから捕まえると、基本的なことをしっかりやっていく。画面端ダウン取ってからの表田区はガード、よく見ている。うつろ中下段でも崩れない、脱出してつなげている。ここから多段中段田区、イワシがまた波に飲まれてどうなるか。画面端下段で崩れる、先スパしてもう一回立ち回りへ。ここから捕まったら大体イワシが死ぬが、捕まりたくないイワシ、ダウンを打ち、大きい攻め、ジェニシーからの、チキが、どうなるか、引きずり下ろして5へと、着地膠着叩いていくイワシの姿、B もみじ、どうなるか、よく見てる、おっと、俺は、不思議な感じの読み合いして、立ち回りへ、おっと、これはしっかり、つなげて、AD 締めと、取っていくのはイワシ、なんか下で振ってる、いちいちどうなるかな。どちらにも勝つチャンスはある模様。いい勝負見せていく。画面端ジャンプからの JC、 距離になるが回避、多段中段はガード。ここからガード硬いね、移ろうガード、脱出点を見つけてイワシに襲いかかれるか。 JC からの 2C、 捕まえたのはウツロ、ガードしてるが反応ならず。もう一度立ち回りへ。 JB 先端カウンターは出ていない。 2B タイプよく見ている。ここからバンカー、これはレプワルクで返す、コンボは落とさない。 2C 対空中央のタク、 JC 高めからの下段タク入れてエリアル君の HP が全回復。イワシどうなるか、投げ、ここからイワシ前田がアウト。サクッいこうか。赤組うつろのアキャ VS 白組ミヤッチの小悪。お、ミヤッチ最近完全に小悪になったね。こうか、画面端バンカーは許さない。ディレイをかけた奥攻め、暴れたくなるだろうと画面端が続く。ミヤッチのターン、物を投げて四隅バンカー、これは中段タク決めて火力が高い。画面端 JC がそのまま入って、さすがにそのまま入るのは想定してなかったもんよ。うつろコンボは落としたくないがしっかり決める。一本取っていくのはうつろ、ミヤチ、ミヤチチャイナ幼女からチャイナ生態まで行ったけどどうなるか。ほうきという武器を得て、やはり人間武器がないとやっていけないと、文明の文明開化してくね。素手からほうきへ。画面端どうする JB、 バグダ JB かなり強いタクだったがめり込んでるので相打ちの、ここからバク捨て狩り、うつろよく見ている。画面端叩きつけてからの置き攻め、先スパ使って確定ダウン取っていく。ニャッチが飛んでいく、テーダ入ってバンカー、うつろのターン、裏の下段タク入れてコンボは落とさないか、落とさないね。下段連打ユーリフレーム取って、ユーリフレームがっつり取って固めていく、飛ばせてからの様子見。 JC ここから上りの JB 当たらず、ミヤッチがマンションを宅急便していく、先前出す。一体ミヤッチに何が起こっているのか。中央バンカーやって高め JC で動くんじゃねえぜとやるも、その後の着地点、解放で返すミヤッチ。しかし、そのまま決めていくのは、うつろ。
さあ、行こうか。赤組、出てきているのは、うつろのアキア、連勝中。バーサス白組。あ、ね、これ、かつての相方これ、あ、これ、この二人。これ違う？うつろドリルンルン。白組がドリル。画面端へ、叩きつけて、うつろのターンが続く。バンカー警戒。バンカー警戒してたけど、フルムーンだった。どうなる？嫌な予感がするが。有利フレーム取って固めていく。うつろ3段出して様子見。さあ、なんか一回止まって投げ、表抜けダンタグ。ここから獣上りの JC するも迂闊な雷神。これは決め切りたいがどうなるか。おっとコンボミス 2C でダウン打ち。単発ダメ一応でかい方かな。ここからスカッシュタクガード、様子見。おっと前ダッシュするもくぐれない。ドリルのターンワンチャン掴んで中段タグガード。 JCJC ガードシールドするが、お互いコンボミス。まだどっちも勝つ手段があるが、スカッシュの下段タグ取っていくのはドリル。根性がある方が勝つ根性がある方が勝つのが今の現状。うまいね。着地点下段で抑えてドリルンルンのターン裏タグ。ここからもう一度表タグの下段連打投げて裏タグの下段、雷神からのエリアル投げてマックス HP が回復していく。爆発するうつろ裏回る感じになるが先スパで回避。ここから立ち回りよく見ている雷神の隙、前ダッシュでくぐって取っていくのはうつろ。画面足多段中段では崩れない。投げてからの中段ディレイかけた中段タグ崩れないね。雷神はガード。これは捕まえたのはうつろ。コンボミスだがダウン取ってよく見ている、うまい判断。こっから投げ、まだ生きているまだ生きているがコパンと取っていくのはうつろ。11いい感じにしてるぞ。どっちが勝つかな。立ち回り低打タク JB からの JC ドリルのターン、スカッシュ君の下段タクはガード。高めの JC からの2段中段崩しに入っているドリルンルン。 A もみじやるもコパンを起こするのをやめないドリルンルンの姿。 J2C は入らないと振る投げ。ここから下段が入る、投げすかしからの下段連打。あ、JC が入ってうつろのターン、起死回生。画面端どうなる、下段連打先スパからの JC、 高め JC からの下段高は崩れない。どうなる、雷神からの 2C、 すかしたところにうつろが差し込んで取っていくのはうつろ。なんか微妙だな。よし、行こうか。赤組、うつろのアキャ、バーサス白組。あれは生ソミの妙儀式。低発で移動している。斬新な移動方法。絶世に似たものを感じる。絶世式移動術。画面端。捕まえたのは、うつろ。扇攻めに苦しんでいる生ソミの姿。ダメージは十分。画面端。固めに入ってディレイの中段卓。そのまま一本取っていくのはうつろ。ソミーがなかなか手も足も出すことができない。なんとかナイフ出してその女刻んでいきましょう。どうなるか、中央防衛すかしたところに前出しの2へ突進していくのはうつろ。画面端バンカー読みを投げるかな。ここからジェシー中段卓対空のワンツーと固めに入って生ソミのターン、ワンツースリーからの低発。さあ一投していくシールド、うつろなんだかんだで反応している。 2C 着地コンまでつなげてバイカ締め 5C、 先ほどイワシを殺したキック。ここからどうなるか、立ち回り画面端パターン中断崩れないね。ワンツーこれはまだわかんない。獣は回避。ワンツーの隙に
EJ2 円を差し込んでいくのはうつろキックだけどみたいな。さあ以後が赤組、うつろの秋田 VS 白組オーバーのさつき北海道対決どうなるかな。画面端固めに入って立ち回りへ2時差し込んでからの多段中段タグ。コンボは落としたくないができてるね。 JC 高めからの下段タグ叩き込んでいくのはうつろ。叩きつけてからの固めが続く。これは効果力っぽい感じ。取っていくのはうつろ。オーバーまず1本取られてしまう。あ、オーバーあれが今日からもう完全ビッグワン勢なんでみんなよろしくね。引っ越してきたから。最後が画面端中央の中段卓叩きつけて。あの北海道ね仕事ないからさみんなやっぱ出てくるんだよ。北海道勢俺もそうだからみんな出てくるから。さあ以後が画面中央やっぱ都会ってすげえやってなるんだよ。最後が後ろのターンが続く。オーバーの HP が2割を切る。どうなるか多段中段まで来ている。さあオーバーなんとか脱出。ここから立ち回りへ叩きつけてからの中段タグ。オーバー切り返せるか。画面端 EX のアームからの表タクはバンカー。さあ上りの JB で襲いかかる後ろ2C 入ってこれはエリアルそのままとっつていくのはうつろ。以後が赤組うつろの秋葉 VS 白組大将暁のコーマ。どうなるかな。クレセントスタイル最近お気に入りの模様。固めに入ってバンカー当たってしまう。前出し出なかったかな暁。ここから JC 高めからの下段卓バックス読み冴えている。画面端ワンコンボ叩きつけて JA からの下段卓。これは取り切れはしない。コーマー硬い暁どうするか。以上で割っていく。ここからファジー越え捕まえたのは暁。固めに入るが前ジャンプ JC とめくり寄りをして殴っていくのはうつろ。まず1本さて暁どうなるか。まあ捕まえて赤いからの裏タクの赤いエリアルに行って2500画面端赤いは読めている。前ダッシュの2子バックすがりだね。ここから裏タクはバジ声で対処。暁と言われるゆえんだからねもうカジー声。さあどうなるか。早出しの JC はバックスで回避。暁のターン投げてからの声暴れつぶし。ここから赤いと取っていくのは暁11大将暁意地を見せたい。どうするか。 JB からよくつなげたね。うつろのターン下段角からの暴れつぶしになって先さんを潰してがっつりアドバンテージ稼いでいくのはうつろ。暁 HP が半分以下になるがコーマなので、まあ、特に問題はないでしょうと。画面端ディレイ中段はガード。ここから捕まえたのはうつろ。前ダッシュでバフステの借り方はお手の物。どうなるかと取っていくのはうつろ。エキシビジョンいくよ。ルーシャ VS うつろ見ていこうか。相手はルーシャそしてうつろ。どうなるかな。さてさて画面端の方で弾を出し続けるルーシャ。2ビで派生まで出しているうつろ。何を企んでいる。グー投げから拾うことはもちろんできない。バンカー返してガード。ここからお互いゴームに戻って立ち回りへ。 JB 入る。着地点には雨を置いている。しかしコンボはいけない。どういうことだ。ルーシャがぴょんぴょんしているところ 2C で刈り取る。うつろのターン画面欲しい。叩きつけてからの多段中段はガードしているがうまいね。暴れで潰して浮いたところを 5C につなげていく。画面端ルーシャガード固めて浮遊で暴れようとするも許さない。ルーシャのターンにならない。先スパ返して中段卓からの中段卓。ルーシャが中段を振り始めた。なんとかエリアルまで持ってって殺しきれない。秋葉は硬い。ルーシャが下で中段を振っている。
何かおっと、なんか人間気を抜いてるとね、前から迫ってくる柱にね当たってしまったと、おでこをぶつけた程度かって、ティムがそんなことを言っていた。お、うまいね。ルーシャのターンにならない。うずらなんとか回避、立ち回り、どうする。捕まえたのはルーシャ。画面端の方へ、ここから西差し込んだのはうつろ。おなんか裏側に行って、バックすがり今日強いね、よく入る、叩きつけて大きい攻め、割るのはルーシャ。 EX のサマーで逃げていく、なんか起き上がったらぶつかる、ここから中段高見えている。うつろ今日は完全に冴えている。このままルーシャを墓まで送りたいが、墓送りにすると11。さあいい試合してるぞ、どうなるかな。さあルーシャボッタチのまま燃える、どうする。おっと、カッコンゲーミスていく、台足見てから小足で差し返すルーシャの姿。中段はタッチガードできている、暴れろよと言わんばかりのディレイをかけていく。終わっていくのはルーシャ、目がいい。ここからバンカーで返して、うつろのターン、先スパで返して、冬との波状攻撃するも、バックスル回避、捕まえたのはルーシャ、立ち回りへ、獣が全てを燃やし尽くしていく、ルーシャの行動を全て燃やし尽くしていく、画面欲しい、昇竜で割って、もう一度立ち回りへ、ルーシャはなかなか画面端から逃げることができない。このままアキカに締め殺されてしまうのか。うつろ、うつろは的確にアドバンテージ取っていく、潜り込んでからのワンツースリー決めて、エリアル行って取っていくのはうつろ。最後がエキシビジョンミャンマッチ、次がこれが裏とうつろ、最後が裏のターンにならない。バク捨て狩りはしない。立ち回りへ。ソニック当てて、バンカー。ここから読み合い。目の前に舞い降りてくるのはうつろ。JC が入る。今のうつろはかなり強いぞ。どうなるか。画面端。燃やし尽くせますか。下段が入るが、ガード。どうする ?JC。からの JC。JB。最大でゴミはバグステ、固めに入ってるのは裏、ソニックチンパンのな、伊達ではない、画面端固めに入って転んだの見てから引き剥がし技、しっかり対処していく、どうなるか、起き上がりにゴミ離れてから重ねていく。さあこれは取り切れるのか、まだ知らないね。あ、今日硬い。画面端、裏のターンが続いて、そのまま取っていくのは裏。さあさあ、ターンが来たら一瞬でもぎょっていったね。裏がまず一本。固めに入る。バンカー読み。これはダウンを取って、もみじ締め。からの、EX を取りたく。バンカー、裏のターン。どうなるか、2時。これはワンツースリーコン、最大でも2シーコン、火力は高い、画面欲しい。さあ裏のターンが続く、バンカー読みを入れていく EX のアーム、ここから裏タク、さあどうする、前ダッシュ、裏が離れないが 2B はガードができている。さあどうなる、裏のラッシュが止まらない、このまま押し切れるか、裏最大ダメしてるが、空中くらい確認ならず、なんか裏の行く先々に回ってドラゴンボール見せていく、画面端叩き落としてから大きい攻めは高め JC からの下段、固めに入って確認ならず、もう一度さあ立ち回りへ、前出しの 2C で3回目にして成就、こっからの大きい攻め、リバサのバンカー固めてるのは裏、画面端の方へ行くが、これは取っていくのはうつろ。さあうつろ今4、5人抜いてるからね、かなり強いぞ。さあどうなる、中央、まずは裏、駒投げを打っていくが、ダウン落ちができない、
今日はサツキ使いダウンオーイチができない。どういうことなのか。画面端エリアル組んで固めに入る。後ろガードが硬いぞ。どうなるか。さて画面端が続く。裏のターンが続いてるが、後ろはガードを固める。 P もみじ当てて起死回生なるか。ディレイをかけて暴れつぶし。ジェシー、ここからコンボ取っていくのはあるわ。というわけでメロンさんの代わりに実況させてもらいます。裏さんですね。まあこれも裏さん側が捕まえれば固めのね密度が高いんで殺せるかなという感じなんですが、まあ順当に見たらロア側が有利ですって、これ何回も言ってますね。今の確認はうまい。さあ一度離れたのでここでサツキ側がターンを取りたい。ノーボリジャン A がうまくて、しかしここでジャン C がカウンター掴んだので先スパもできずダメージは十分。5500を取って画面端継続。ここは先スパ読みだが先スパが通って、先スパってさ、使った後ゲージ回収下がったりしないよね多分。そういう意味では先スパで吐いてその後触って 100% 回収みたいなのはなかなかいいんじゃないかなと思います。あ、太鼓さんね、ちょっと聞いてみたい。ダッシュ声からの雷落とし。さあ触っているのはロア側だが設置がないので裏さん側もまだやれるでしょうといったところですが、ダッシュ投げが通る。 EX アロー、これは殺しきれるか。1セット目を取っていくメロンロア。ね、最近フルメカにオネスのようですが、ロアも全然まだまだ動ける。しゃがみシールドが出ていて、さあゲージを吐いてめくりにし、強力たくバンカーで抜けるも何も起こらず生クウナギが通る。あ、設置があるんでちょっとねロア側の強気なタクが怖いんですが、ここで設置が消えたのでゴブってるかな。固めが続く。 3C が通るがダウンを打ちがうまくいかなくて、 2B が通る。ここは EX アローだね。つないでめくりに C からの設置3つ表裏宅ミスった模様。あ、裏さん側ちょっと厳しいかな。設置発動当たってコンボがつながったらやばいかなといったところですが、あ、裏さんがちょっと厳しい。これは持ってかれるかな。勝ったのは赤いメロンラ。エキシビジョン最終戦最高レン。まあこれも本当によく見ますね。大体最後の方に固まるのは一緒かなという感じです。皆さんギルティをやりすぎて紅白戦出られないままここに至るという形ですね。 5C が補正切りというか入れっぱがりになってダウンを打ちるゲージを回収。 5B を叱らせて、さあ猫歩きがあるので設置に対する読み合いはできるが暴れていく。かなり早めの暴れ。投げが通らない。猫歩きで着地取り。ゲージを吐いて、おっとこれは火力が出るぞ。ブローバック 4B で火力を伸ばしつつ、ロアもあれだっけか、ダウンオイ打ちで1セット取っていく。ロアもダウンオイ打ち EX フルール確定だっけ。なんかそんな気がするんだけどわからない。ジャンシーカウンター 5B 拾い。火力が出るぞ。あんま見たことない。あ、できないのかな、やってないってことは。駒投げ、駒投げに対しては暴れていく。ゲージ 100% 使って通常投げをするという。あ、ゲージすっからかんの状況。投げすかが見えた。 B 氷が刺さる。気を抜くとね結構刺さって、そこから確認余裕のコンボですが、ちょっとここでコンボミスって、ロア側ゲージがあるのでまあ何か触ってしまいたいといったところ。下段が通る。まだ多分落ちないんですが、ここでゲージの吐きどころが難しいかといったところ。おっとこれはブラッドヒート珍しい。これコンボに入るとえらいことになりますが、お互いゲージを枯らした状況。さあ設置を2つ、猫歩きで様子見。 3C の光際に設置が発露で当たって、あ、これはお手玉状態。1セット取り返していく。みるみるうちにゲージ回収してるよね。ずるいよね笑わらきゃんはあんまり人のこと言えないんですが、
アクトカゼンターの頃にさ、琥珀で黒字コンやってるだけでやばいみたいな話があったんだよね。サボテンを置きつつ黒字、これはやばい、修正しろみたいな。今何ですかという話ですよ。そう、結構当たり前になってしまった。これはちょっと手痛い。単発カウンター、拾いがうまい。また雷落としてインバっている。あ、上でインバることもある。さあ、ゲージ状況はそこそこ悪くないが、これはサーコ的には狙いどころのゲージになっているがどうか。さあ、チャンスを狙っている対抗レーン、両者カウンター。ここは発動するでしょうと思いきや、ダッシュにし、インバリからコンボがつなげない。ウジョー、ワンチャンあるぞ、ワンチャンあるが、永久か、永久か、永久なのか。勝ったのは赤いメロンドア、おめでとうございます。